こんにちは、野口浩太です。今回はピアノの表現力で悩んでいる方へのお話をしてみたいと思います。よくこういう質問を受けますね。私ピアノの表現力がないんです、どういう練習したらいいですかって。でそうすると僕は質問返しをするんですね。そもそもあなたは何を表現したいと思ってるんですかって。そうするとね、あんまりねこの質問に答えられる人っていないんですよね。そう、つまり何をしたいかがわからないのに、その How to だけを聞いてくるという、ちょっとね混乱した状態が起こってしまっているんですね。これね、大人に限らず、実は何を弾きたいのでどう弾きたいのっていう質問に対して、子供もあんまり上手には答えられないんですね、最初のうちはね。ただ子供ってゼロベースのところからやって訓練をしていくので、やっぱりこの自分の中身、表現したいことを言語化するっていうトレーニングも含んでやっていくので、まあそんなに問題じゃないんです。やっぱり大変なのは大人になってからなんですよね。やっぱりこの表現表現表現っていう、この言葉だけが一人歩きしてしまって、その実態で、実態って言ってもシンプルなんですよ。自分が何をやりたいかっていうことなんです。その内観で、内観してこうなんとなくこうぼやーっとふわっとしたイメージの世界から一つ一つ言語化して抽出し、この具体化させていくっていうことなんですね。何でもいいんです。もう最初のうちはもう感情的なことでもいいですし、その音楽で描きたいこの情景的なことでもいいです。あるいはもっとシンプルに形容詞でもいいですよ。柔らかい、硬いとか、明るい、暗いとかね。とにかくこう何をしたいのかっていうところ、このゴール設定がない限りは、そこに向かっていく道のりっていうのは選びようがないわけですよね。で、言ってしまえばピアノの表現方法なんていうのはもう無限にあるわけです。例えばじゃあこのスタッカートなんてあるけれども、スタッカートね、この音がこう切り離、音と音が切り離れている、離れている状態だから切り離されている状態なんですけども、これもスタッカートと言えるわけですよね。そうしたらもうスタッカートの中にももういっぱいこう層があるってなった時に、この音を切るっていうのはテクニックですけれども、このテクニック側からアプローチしているんだと、こうどこまでいつまで経ってもどこにもたどり着けない、ね、そうじゃなくて、こういう世界を描きたいからこのタイプのスタッカートをやろうっていう、こういうことなわけですよね。まあ絵なんかもそうですかね。まあ僕とは言って絵は全然苦手なんですけど、そうだな、じゃあ色、何でもいい、緑色の絵の具で描こうとしますよね。だからそうしたらこの緑色を使って描きたいものによって、で使う絵筆が変わってきますよね。でその絵の具と水のこの配分とかも変わって、濃淡が変わってきますよね。あとこの曲線の微妙なさじ加減が変わったりとか、いろいろあると思うんですけども、この部分がテクニックなわけですよね。ピアノでも一緒ですよね。ピアノのテクニックなので、このテクニックの方からアプローチして、細い筆を使おう、じゃあ何かを書こうじゃなくって、何を書きたいから細い筆あるいは太い筆を使おうって、こういう順番なんですよね。でこれね、子供なんかでもそうなんですけれども、例えば最初に、うん、そうだな、じゃあね、ひよこ、ひよこがピコ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 こう歩いてるね、そんな風に弾いてごらんって言うと、やっぱりそれなりの音で弾くんですよね、みたいなね。そうで、ひよこだって言ってるのに鍵盤をバンでバンバンって叩くような弾き方っていうのはしないわけですよね。だからそれぞれが持っているこのテクニック、まあ、つまりテクニックっていうのは道具ですから、このそれぞれが持っている道具の中で精一杯表現をしようとする、ね、そうすると本当に必要なものというのが見えてくる。で、足りないものが見えてくるね、そのやりたいものに対して必要な道筋というのが見えてきて、それで初めてテクニックの練習っていうことが起こってくるわけですよね。ですのでテクニックの方からアプローチするんじゃなくて、まずは自分の内面、何をやりたいのか、どう弾きたいのかっていうことをしっかり言語化して具体化させてから、このテクニック、必要なテクニックを探していくっていう方が結局効率がいいわけですよね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価ボタンぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。